サーヘンリー・ジェームス・サムナー・メインは、イギリスの法学者、社会学者、政治評論家、イギリスにおける歴史法学の創始者とされている。早くから秀才として名高く、1847年に25歳の若さで母校ケンブリッジ大学の教授となり、民法を7年間教えた。だが、次第に法学部の授業の無味乾燥ぶりに疑問を抱き始めるようになり、 1850年には弁護士資格を取って、授業の傍ら、放送や社会運動にも参加するようになった。そんな時、サビニーの歴史法学の動きを知って、法と文明の起源の探求に関心を抱き、ローマ法とイギリス法、スラブ法の比較研究に取り組むようになった。1852年には、ロンドンの法学院教授に招かれ、ローマ法を講義して、 白色と語り口のうまさで評判を得た。1861年にはこれまでのローマ法、研究の成果を古代法として発表し、法学や社会を理解するにはその背景にある歴史の理解が重要であるととき、法理論に歴史学及び比較法学の理論を導入して資料による基礎付けを行おうとした。同書の中で、拡張性血縁集団から発生した身分法が、 集団の連合による社会の形成によって、契約法へ進化していく過程を描くとともに、血縁的関係と支援的関係という対立概念の存在を唱え、その後のイギリス法及び法制史研究に大きな影響を与えた。また、政治的には保守主義の立場に立ち、1857年にはイギリス東インドが医者廃止論争に参加して、廃止反対論を唱えた。 この論争で注目され、同社の観光当時には、イギリス政府より、インド総督府の参事会法務官として、インドにおける立法への参画を依頼されるようになった。病弱だったため、インドの自然環境の厳しさを重く見た、主治医に、インドに行ったら3ヶ月もたないと本意を促された、ことから一旦は、事態を申し出たが、 旅重なる要請とインドの法制に対する関心から1863年にインドに赴任し、後に軽かった大学副学長を兼務した。ここでは仕事の傍らインド法制史の研究に励み、1869年に帰国した頃にはすっかり総建体となっており、周囲を驚かせたという。この年にはオックスフォード大学で比較法学の教授となり、 1871年には、インドの星勲章を授与され、1877年には、ケンブリッジ大学トリニティ、ホールの学長となった上、1887年には、同大学の国際法教授となった。この間に1871年に、東と西の村落共同体など、インド法制史研究の成果を、イギリス法制史に活かす著作を表した。一方、 1885年には唯一の政治学の著書である民衆政治を表し保守主義の立場から自然状態説を批判している。1888年に西洋先のフランスカンヌで病死した。ありがとうございます。